よう先行、これから彼女とデートかい？最高だぜ、バイクみてえなスピードがたまんねえ。心配すんなって、これでもスキーはプロ級なんだぜ。触るんじゃねえぞ、仕事中なんだから。まあな、慣れちまうと地道なバイトなんかやってらんないぜ。俺を振った野郎がいるんだ先生、俺って魅力ねえか？そうだよな、当然じゃねえか。元気してる？ねえ、一緒にジョギングしない？先生、これから図書館に勉強しに行くところなんです。
生、こんなところで会うなんて珍しいですわね。やべえ、よ、ここにはよく来るのか？そうか。それじゃあ歌うぜ。レジスタンスセブンティーン。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。やっぱ、ロックが最高だよな。
丸か×か右か左分かってても乗るか反るか上か反か前か後ろ決められない。大人が決めた物差し持っても心は測れない。涙誤解喧嘩そして悲しみ。ありがとうございます。
ありがとうございました。感謝しています。別れる辛さを教えてくれたのは、先生、あなただけです。先生、おかげで卒業できたよ。最後だから礼を言うよ。ありがとう。ぐっすん、卒業できたのは嬉しいんだけど、先生に会えなくなるなんて、とっても悲しいです。先生、これでお別れだけど、先生のことは忘れないからね。ありがとう。一年間、大変お世話になりました。先生に教えていただいたことは、一生忘れません。
先生、いろいろとありがとね。先生みたいな素敵な先生と過ごせた1年間、私絶対に忘れないよ。こらこら、臭いこと言ってんじゃねえよ。そこの学級委員、永遠のお別れじゃねえんだからさ、もっと気楽に行こうぜ。先生、今度お会いする時もまた素晴らしいご指導お願いしますね。今度お会いする時は今回とは一味違った私の魅力をお見せいたしますわ。